島泉丸山古墳。島泉丸山古墳。または高橋丸山古墳は、大阪府羽びきの島線にある古墳。形状は円墳。古市古墳群を構成する古墳の一つ。実際の被葬者は明らかでないが、宮内庁によりしません平塚古墳と合わせて、多慈悲高須原料、多慈悲の高橋の原の御捧ぎとして、第21代有略天皇の御捧ぎに、 自乗されている。本校では隣接する島線平塚古墳、高須平塚古墳についても解説する。大阪府東部、藤寺市、羽曳野市、松原市にまたがる大古墳群である、古市古墳群の北西部、羽曳野丘陵の最北端から派生した、中位眼球場に築造された大型円墳である。現在は、宮内庁事情の有略天皇陵として、 道場の管理下にあるため、これまでに本格的な調査は実施されていない。噴径は円形。直径約75メートル、高さ8メートルを測り、円噴としては古市古噴群で最大であり、全国でも有数の規模になる。噴球は2段築成。整備調査では、葉庭、末木、葉きなどが検出されている。噴球周囲には集合、 丸山地が巡らされており、南側では整備な円形、北側では不整形をとるが、南側は修領寺の整形によるもので、北側も拡張されている。主体部の埋葬施設及び副葬品は明らかでない。この丸山古墳は出土埴庭より古墳時代中期の5世紀後半頃の築造と推定される。古市古墳群では、 唯一の大型円墳である点で特筆される古墳になる。被装者は明らかでないが、前述のように現在は、宮内庁により、第21代有略天皇の御捧ぎに事情され、隣接する島線平塚古墳と合わせて、前方五円形に成形されている。ただし、立地、墳形、規模の点では、銀味も指摘されており、有略天皇の御み浅を他古墳に求める説も挙げられている。 島泉平塚古墳、または高橋平塚古墳は、丸山古墳の東南東約100メートルの位置にある古墳。形状は豊墳。宮内町により、丸山古墳と合わせて、有楽天皇の御捧ぎに事情されている。源氏元年、1864年までは、丸山古墳のみが、有楽天皇領とされ、平塚古墳の古墳域は小高いた旗であったという。同年に、 平塚古墳は、有略天皇前三笹として領域に取り込まれ、後年の無料で両古墳は合わせて、前方五円形に成形された。現在では一辺約50メートル、高さ8メートルの方墳とされ、墳球は2段、または3段築成とされる。主体部の埋葬施設は明らかでない。これまでに古墳であることを示す、以降、出土品は確認されておらず、 2010年度、平成22年度のトレンチ調査においても検出には至っていないため、古墳とすること自体に疑義を指摘する説もある。丸山古墳及び平塚古墳の実際の被装者は明らかでないが、宮内庁では第21代有力天皇の御朝に事情している。有力天皇の御朝について、古事記では河内の田地飛鷹の所在とあるほか、講談では 建造天皇が復讐として、有力量の破壊を命じたが、生き命、人間天皇は一部を壊すに止めたとする。また、日本書紀では、田地比高須原料とあり、続けて、天皇崩御時に、進化の早戸が、三朝の側で、不眠不休で泣き七日目に死んだので三朝の北側に、墓を作り葬ったとするほか、講談では、建造天皇が復讐として、 有略領の破壊を計画するモークケイソン、人間天皇を思いとどめたとする。演起式諸領領では、遠領の多治比高須原領として記載され、河内国多治比軍の所在で、長域は東西三町南北三町で、両古四、煙を毎年当てるとする。本古墳を有略天皇領に否定する説は、古くは遠方七年、1679年、編纂の、 河内官名書記に見え、1885年、明治18年以降には、丸山古墳、平塚古墳が合わせて、前方五円形に収む量されているほか、北側の早戸塚古墳、口述が、日本書記に見える早戸の墓に否定され、飛び地倍調に、自乗されている。丸山古墳を有力天皇陵に否定する説では、当地の地名が、田地比郡高須原であることが有力な根拠になる。 しかし、立地、噴景、規模が、古市古墳群の大応母群とは正確をことにする点で問題があり、1970年代には、前方部は作兵されているとする説が挙げられ、近年では、真の有楽天皇陵を女将三在古墳、藤寺氏、中愛天皇陵に否定する説等も挙げられている。本古墳が有天皇陵である場合には、有天皇は、王部、 和の語法にも否定される今日、先進的な大王とされるため、中国南朝の影響を受けて、大円墳、横穴式石室の母性を導入した画期的、古墳である、可能性が指摘される。なお、河内大塚山古墳、羽曳野市、松原市、大塚両母山高地について、宮内町では、両母山高地として、有力天皇を悲壮候補者に想定し、かつては、考古学的にも、 有力天皇のまみささぎとする説が有力しさだが、近年では古墳時代後期の築造とする説が定着して、有力天皇陵説は否定的である。本古墳の倍長、倍長について考古学的にはつまびらかでない。一方で、宮内庁では次の一期を倍長に事情している。原点出展、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。